ナサニエル・ナイルズは、アメリカ・マサチューセッツ州ボストン出身の男子テニス、及びフィギュアスケート選手。フルネームは、ナサニエル・ウィリアム・ナイルズという。テニス選手として1900年代から1910年代の、全米テニス選手権で活躍し、1908年混合ダブルス、優勝、1917年男子シングルス、準優勝などの成績を上げた後、 フィギュアスケート選手として1920年、アントワープオリンピック1924年シャモニー、モンブランオリンピック1928年、サンモリッツオリンピックのサンドオリンピックに出場した。フィギュアスケートの競技大会では、テレサ・ウェルドとペアのパートナーを組んだ。ナイルズのテニス分野での成績は、1904年、全米選手権の男子シングルスベスト8まで遡ることができる。 それから1926年までの間、彼はテニスの全米選手権に23年連続出場を続けた。初出場から4年後の1908年、ナイルズは混合ダブルスでエディット・ロッチと組んで優勝した。シングルスでは1911年のベスト8.1913年のベスト4を経て、1917年に決勝へ進出した。 アメリカが第一次世界大戦に参戦したことから、この大会は、赤十字社の資金集めのためのイベントとして開かれ、出場選手数も、例年より少なかった。ナイルズは、決勝で、左利き選手のリンドレー・マリーに7から5、6から8、3から6、3から6で敗れ、男子シングルス優勝のチャンスを逃した。マレーに敗れた、準優勝の2年後、1919年の、 男子シングルス2回戦で日本の歌手を聖一郎を6から1、6から2、6から4で破った記録が残っている。ナイルズは1926年の1回戦敗退を最後に23年連続出場を続けた全米テニス選手権から撤退し、以後はフィギュアスケート選手としての活動に専念した。ほぼ10年以上にわたり彼は テニスとフィギュアスケートを掛け持ちでプレーしたことになる。1914年から始まった全米フィギュアスケート選手権でナイルズはテレサ・ウェルドとのペアで9度優勝、男子シングル3度優勝を記録した。オリンピックにおけるフィギュアスケート競技は1920年のアントワープ五輪まで夏季オリンピックで実施され、ナイルズは男子シングル6位、ペア4位に入った。 1924年に第一回冬季オリンピックとしてシャモニー五輪が開かれ、冬季五輪種目としてフィギュアスケート競技も実施された。シャモニー五輪でのナイルズの成績は男子シングル6位、ペア6位であった。それからサンモリッツ五輪で3度目のオリンピックに出場した時はナイルズ42歳、ウェルド35歳を迎えたこともあり、男子シングル15位。 ペア9位の再開に終わった。1932年の世界フィギュアスケート選手権でペア8位に入ってから4ヶ月後、ナイルズは1932年7月11日にマサチューセッツ州ブルックラインにて46歳で休止した。死後の1978年、世界フィギュアスケート博物館と栄誉の伝道の選考によりアメリカフィギュアスケート伝道に選ばれた。 男子シングルペア、ありがとうございます。